こんにちは。いや、寒いですね。今ちょうどね、日が照ってきたところでね、ちょっと肌寒い感じです。今日はセブンの石窯ライ麦パン卵&ハブ、こちらをいただきます。いいですよね、なんかこういうパンってね、嘘ですよね。298円でした。卵とハムってね、まあ外れなさそうですよね。特に変化球もなさそうですし、安心して食べるかなと思います。結構ボリュームありますね、はい、感じ。いただきます。卵が丸々入ってる感じですね、はい、うん、うまっ。あのね、この最初パンの風味がふわってくるんですよね。うん、これでこう噛み応えがある感じですね。このパンの耳が、うん、なんかちょっとこの固めの方がお腹たまる感ありますよね。で、卵のね、美味しい、まあいわゆるまあ普通の卵の味がして美味しいですね、うん、このボリューム感がね、うまっ。コクは合いますね、うん、パンがね、さらに、うん、何かも噛み応えあって、うん、このライ麦パンの風味が合ってますね。卵はごちそうな、うん、うまっ、最高ですね。うまっ。あの卵とハムの普通の三角のサンドあるじゃないですか。あれよりも絶対こっちの方がうまいですね、うん、このパンの風味がすごい出てるのもあるんじゃないですかね。あともうこのボリューム感がね、うん、うん、この卵のねコクは、まあ、ちょっとハム感があんまりないけど、まあ、全然美味しいですね、うん、うまっ。うん、なんか新発売とかも書いてなかったんですけど、初めて見るような気が。これレギュラーだったらね、これは候補に入りますね、今後買うときに。うん、パンだけでもね、うん、まあちょっと寂しいけど美味しいです。いいですね。結構近くでね、小鳥鳴いてたんですけど、遠くに行っちゃったかも。やっぱり冬だから、冬近づくから渡り鳥なんですかね。なんかちょっと賑やかに、いつもと違うね、鳥のさえずりで、いいですね。日が出てきました、はい。あ、
というわけでごちそうさまでした。いただきます言うのを忘れてますね、はい、ということで、まあ、皆さんがね、まあ、なんかコンビニで何か選ぶ際の、ね、参考になったら嬉しく思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。